淡路シェフガーデンはコロナ禍の、飲食店の救済事業という形でここ淡路島で始まってます。で淡路島が、そもそも三毛津国といって皇帝に食材を献上するようなとても食材が豊かな土地というところで、それとリンクさせた上でこの淡路シェフガーデンというのを運営しております。シェフガーデンは、全てコンテナという形の建物の構造をしております。でコンテナに関してはまず建てるところからスムーズな建物ができるというところの利点と、また逆にここの施設自体は2年という期間限定にはなっているんですけども、2年後新たにこのコンテナを再利用するという形で、今後建ててすぐ潰すわけではなく、次の新たな形でこのコンテナを利用できるという利点を考えた上で、私たちのコンテナを選択して施設を作っております。将来的に淡路でバーを出したいという夢がありまして、で、まあ、神戸で働いているときにこのシェフガーデンのお話いただいて、でここに出店することを決めました。隣が親子丼で、君だけしか使わないということで、まあ、その卵白をもらうことで隣も捨てることもないですし、淡路島のその食材っていうのがとにかく魅力的だったというのがまず一つあって、まあその畜産と、農作物とあとは海のものですね、もう全部揃ってますので、もう淡路島でそういったものでねお料理できるのがまず一つ一番魅力的だなと思ってありましたね。まず食材に関しては野菜でしたら、まあ本来猫を捨てるような皮とか、頭とかね、こう上下の部分なんかもね、ヘタとかも、食べれるものであればこう例えば漬物にしていくとか、食べれないものはこう畑の肥料にしていくという形で、その生ゴミをね出さないように今すごく心がけていますし、魚なんかもアラとかも施設にね、商品化していくっていうところをどんどん積極的にはやってます。